面白い漫才師。お前が言うのは間違いない。間違いない。合わせて。合わせて。一緒な。一緒。絶対一緒な。一緒な。あ、釣れそうかい。釣れなそうだな。やっぱな。こんにちは。こんにちは。あ、こんにちは。笑ってこらえてって番組なんだけど知ってるかな。笑ってこらえてですか、うん、本当に、うん、すごい。すげえ、いつも聞いてます。聞いてます。ってなんだよ。見ろ見ろ、笑ってこらえては。所さん、え、お前何やってるの。いや、所さんにこれ届くから挨拶しとこうかな。所さんって所ジョージ。他誰がいるの。笑ってこらえては所ジョージで届くんだから。可能性あるけど。可能性あるってのは 100% 届くの。絶対2人ともこの番組は知ってくれてる。いや、もちろんです。僕も知ってます。何年生。あ、小学6年生です。今何してたの。ザリガニ釣ってました。釣れた。釣れないですね。最近楽しい。全然ですね。面白いこと面白いこと言えよ。使われないぞ、このままだって。オンエアされない。第一村人とかじゃないかって。大丈夫で、普通に受け答えしてれば。大丈夫じゃないよ。笑ってこられてて普通に受け答えしてる人見たことないでしょ。まあまあ、2人ともこの番組知ってくれてるってことで、恒例のあれやろう。あれ、僕からいいですか。あれってはい、笑ってこらえてはい、いただきました。あ、あったっけ、そんなの。何してたの今。笑ってこらえる。あった、そんなの。笑ってこらえてで笑ってこらえるコーナーあったっけ。いや、あったじゃん。1時間ほぼずっとそれじゃん。それじゃないよ。え、チア部見に行ったりさ、吹奏楽部したり、ほら朝まではしごしたり、いろいろやって、本当に笑ってこられた。これそうだよ。日本テレビの、うん、FM 山奥。 FM 山奥。FM 山奥。とりあえずラジオは。ラジオだよ。 FM 山奥はどこでやってんの。山奥にだけ。そんなの。山奥にだけ流れる FM ラジオ山奥があるの。その知らんかったの。ローカルだろ。通り過ぎてるもん。もはや通り過ぎてる。知らないのにあんな喜んでたの。っ知ってる。笑ってこられてと違ったな。普通こっちだろ。普通あっちだよ。普通あっち。名前ぐらい笑ってこられて聞いて、日テレ通過して FM 山とか。すいません、こいつイカでセスナ。イカでセスナ。お前セスナ。セスナ。セスナ。イカが。お前イカが。イカが。イカが。今のお前イカがだもん。面白いこれ。いかが、いかがだもん。こいつ知ってるの。違う方の笑ってこられてだったみたいで。違う方の笑ってこられて。違う方の笑ってこられて絶対こっちです。違う方の笑ってこられてって何なんですか。違う方の笑ってこられてって何。いや、日本テレビの日テレでもやってる。知らないですか。どうやってこの村にたどり着いたんですか。いや、大きい日本地図にダーツ投げたら。もう違いないですよ。まんまじゃ、そんなの。お前も。お前知らないの。お前知らない。なんでこっち知ってんの。ほんで、あ、お前も笑ってこらえて初めて言われたぞ。笑ってこらえて。お兄さんは笑ってこらえてて大丈夫。僕はいいんですか。違う企画やろう。あ、違うのか、うん、じゃあこっち来て。 あ、ちょっと待って、カナブン。カナブン。カナブン潰したらしい。ダメダメ。カナブン掴んで逃がして。お兄さんは、うん、じゃんけんやってもらうから。僕じゃんけんですね、はいはい、じゃあいくよ、はいはいはい、FM 山奥。FM 山奥。FM 山奥。知らないですけど。FM 山奥。パンコパンコ。かろうじて出せた感じだったから。また来週。来週。はい、いただきました。結果言わないですか、これ本当に。ラジオ結果言わなくて大丈夫これ。ラスト30秒使わせてもらうから。ラスト30秒、うん、あとの59分30秒何してるんですか。村民の方の笑ってこられる音声を聞いていただきたい。本当にほぼずっとそれなの、うん、持つすか、そんなんで。あ、持たなかった時はリピートで。地獄であんな笑ってこられて地獄のリピーター聞かされたらさ。次回の放送厳しくてさ、お兄さんのしか撮れてないんだよ。今のしか取れ、次回っていつですか。明日。大丈夫本当に。そのしかどうするんですか、そんなの。だから明日の放送、お兄さんオンリーに。およっしゃやったこれ。1時間ほぼずっとあれ、今のリピートさせるってこと。何回か笑ってこられて。何回か。ああ、こんなの。これやった後結果がわからないじゃんけんでしょ。これ分かってない、これ。顔意味ないんだそれ。テレビ
聞こえてるってことですか、これが。これがラジオで。めちゃくちゃじゃないですか、こんなの。素敵な番組です。番組って言うな。どうもありがとうございました。